しかし最近のですね、こういった SUV ライクな車というのはですね、この SUV の迫力というのをやはりこのユーザーは求めていますので、この SUV の迫力というかをアップさせるために、このボンネットを比較的こう高い位置に、まあ、当然歩行者保護もあるんでしょうかね、まあ、高い位置にこう設定していて、さらにですね、そのボディデザイン的にですね、このボンネットの高さとですね、このボディ全体のバランスを取ったりだとか、まあ、SUV らしさっていうところを出すためにですね、まあ、こういったですね、フェンダーアーチモールだとか、このボディの下部方向をブラックアウトするような傾向にあるんですが、それに対してですね、このプラットフォームが統一されているので、このタイヤのですね、サイズというか、これがですね、ちょっとボディサイズに合ってないんじゃないかなといった印象をですね、受ける車が非常に多いんですね。なのでこのダイハツロッキーなんかも、ちょっとこう専用タイヤ、昔のジムニーとかパジェロミニみたいな、あれちょっとなんか専用のタイヤとですね、ホイールを何かこう設定してあげたら、もっとこの元のですね、素の状態もかなりこう SUV としての迫力がですね、まあ、出てくるんじゃないかなと思うんですが、まあ、そこはですね、まあ、当然このコストとのトレードオフになってくるので、まあ、ユーザーが求めるものというのがですね、やはりこの SUV としての力強さというところだけで、まあ、走破性だとか、まあ、そういったところはですね、まあ、日本の道路事情を考えても、まあ、そこまで大変なものは求めてないと、なんとなくこう SUV としての迫力と、なんとなくこうルーミーな車内と、なんとなくこういい感じの車が欲しいみたいなですね、まあ、そういうニーズに応えるにはこういった売り方をするしかないんでしょうね。